何すんじゃおら。上等のテルか。おお、お前あいとこのヒロシ。この方は湘南一家の島内にあるおにぎり屋さんのご主人だ。いろいろ嫌がらせをしてくるんです。腐ったみかんみたいな連中なんですよ。小さい頃にお父さんとよくおにぎり食べてたんです。俺が昔惚れた女が純子。うちの娘に何か二重人格か。今なら許してやるから謝れよ、おっさん。あれ、慎吾？慎吾じゃねえの？どうも、警察舐めてんじゃねえぞ。その気になるよ。てめえらを一生豚僕から出さねえことだって簡単なんだよ。お嬢ちゃんたち、カレーでもごちそうしてあげようか。今度デートしようね。俺ら菊永工業のもんだ。菊永工業？喧嘩の色は教えてやろうか、こら。だとてめえこの野郎やるのか、あら。上等だよ。